サロンタは、ルーマニアのトランシルバニア地方、ビホル県のハンガリー国境近くに位置する都市、及び基礎自治体。ハンガリー名は、ナジサロンタ、ドイツ名はクロスザロンタである。2002年の国勢調査によると、サロンタ市の人口は18,074人で、ハンガリー人が57.2%、ルーマニア人が40.2%、ロマが2.1%、 その他が0.5%を占める。宗派別では51.12%が改革派、36.46%がルーマニア正教会、6.56%がローマカトリック、残りの5.86%がバプテスト教会、ペンテコステ派などを信仰している。1214年にザアンタの名で初めて歴史上に登場した。 1332年のカトリック教会の文書にはザランタと表記されている。1587年からはハンガリー語でサロンタと表記された。16世紀まではトルディケの所領にある人口300人ほどの小村に過ぎなかった。クリセールトリデに大きな町があったが、1598年にトルコ軍によって滅ぼされると復興されることはなく、代わってサロンタが 地域の中核となった。1606年にはトランシルバニア公墓地会イシュトバームが兵士300人を入植させ彼らに土地を配分した。彼らはおののの農場を持ったが一方でトルコ軍を撃退する役目もになっていた。兵士たちが入植した6月3日は町の日とされている。だがトルコ軍には1660年に町を攻略され、 以後1692年までバラト州サランタ県の中心地となった。19世紀の著名なハンガリー人詩人アラニアーノ氏はサロンタでその生涯を送り、作家のラヨシュジラヒは1891年3月27日にサロンタで生まれた。1920年のトリアノン条約でトランシルバニア地方としてルーマニア領となった。 第二次世界大戦中の1940年から1944年にかけてはハンガリーに占領された。湿潤大陸性気候に属し、夏は暑い。冬は寒いが、降雪は少なく、年間の平均降水量は578ミ、mm、リメートルで、ある。1月の平均気温は低、摂氏2.4度、7月は摂氏20.7度。アプセニ山地西側の平原部。 標高91メートルから99メートル地点に位置する。1970年代から生産されているサラームでサロンタソーセージで全国的に知られる。共産主義体制下で建てられた国営工場の多くは革命後破産したが2000年以降は繊維業の中小企業や組み立て工場を中心に外国からの直接投資が急増している。 2008年には多国籍企業のインタバープロダクツ LLC が国内初中東欧で5カ所目となる工場を建設、稼働させたテーブルやラッチなどの自動車部品を製造しているサロンタ基礎自治体の議会は定数17で2008年の選挙を受けた開別議席数は次の通りである。ありがとうございます。